新小安駅は神奈川県横浜市神奈川区小安通り2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK14。乗り入れている路線は線路名称上は東海道本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東海道線とは案内されていない。また JR の特定特使内制度における 横浜市内に属する。1943年、鶴見駅と東神奈川駅の間に新しく開業した。通勤客の輸送にあたって必要とされたために開設されたが、当時は折しも太平洋戦争の末期であり、開業からしばらくは当駅の開業の前日に休止された中央本線万盛橋駅の備品をそのまま当たり駅で使用していたという。 また、当駅の開業前には、すでに現在の京急本線に新小安駅があったが、当駅の開設に伴い駅名を京浜新小安駅に改称している。島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。2008年9月に駅ホームにベンチが増設され、冷暖房完備の待合室が設置された。改札は地上に一つあり、ホームとは地下道で連絡している。 校内の売店としては、改札口付近改札内に立ち食いそば店、改札外正面にニューデイズミニシンコヤ1号店がある。京急新小コ駅の入り口が、改札口から50メートル程度前にある。東神奈川駅管理の業務委託駅。緑の窓口は2006年2月をもって営業を終了し、指定席券売機と短距離自動券売機が設置されている。 2008年11月19日初電車より南港の停止位置目標が東京方に14メートル移設された。これにより全部の乗車口が屋根化となった。旧停止位置目標付近は展示ブロック撤去及び柵が新停止位置目標に合わせて新設され立ち入り禁止となった。2019年度の1日平均乗車人員は23,894人である。 京浜東北線の駅の中では、上中里駅に次いで少ない。近年の水位は、下記の通り、非常に複雑な立体地形になっている。駅の建物は、北側の京浜東北線を含む JR 各線の線路、南側の京急の線路の間に囲まれており、改札付近上空に、横浜市道、小安森屋町線が7086号線と、 呼ばれる幹線道路が渡っている。JR 各線の線路の先に、オルト横浜と呼ばれる駅前開発地域があり、路線バスの発着場などのロータリーがある。さらに北西側に行くと、国道1号と交わり、さらに大口駅方面に続いている。京急本線が走っており、すぐ先には京急新小安駅がある。京急新小安駅では、歩道橋からも、 地上からも行くことができ、歩道橋にはエレベーターとスロープがあるため、車椅子や自転車でも利用できる。ただし、連絡運輸は行っておらず、双方とも乗り換え案内はなされない。京急新小安駅の地上入り口の前にある踏切を渡ると駅前ロータリーと産業道路への連絡道があり、さらに先には国道15号や 首都高速神奈川1号横羽線小安で入り口がある。さらに南側には大規模な工業地帯があり、JVC 県ウッド本社や日産自動車、横浜工場、エネオス横浜製造所、京浜急行バス新小や製業所などがある。歩道橋を降りて、東の方へ進むと、県内有数の進学校である朝野中学校、高等学校に差し掛かる。登下校の時間帯や、 文化祭の日、受験日には歩道橋が同行に向かう人で混雑する。西側は行き止まりになっているが階段があり、神奈川産業道路新小屋スバシの歩道部分と繋がっている。駅前付近には3カ所の停留所が存在する。いずれも横浜市営バスによって運行されている。ありがとうございます。